本日のテーマはおうちバレンタイン、いちごのチーズケーキパフェをご紹介いたします。濃厚なチーズクリームとふわふわな生クリームの2層で奏でるスイーツは心躍る美味しさ。真っ赤ないちごはハート型に、バレンタインにぴったりのスイーツです。作り方は混ぜるだけの簡単レシピ。それでは早速作っていきます。まずは2層のクリーム作りから。クリームチーズと生クリームを使って作っていきます。クリームチーズはボウルに入れてヘラで柔らかく練っていく。この時のポイントはクリームチーズを室温に戻しておくこと。常温に戻して柔らかくしておくことで滑らかで綺麗なクリーム状になる。氷水の入ったボウルを用意する。生クリームは温度が高すぎるとクリームの中に空気をうまく取り込めず、ふわっと泡立たない。氷水で冷やすことで早くきれいに泡立てることができる。氷水を入れたボウルの上に別のボウルを乗せ、生クリームと砂糖を入れる。7から8分立てになるまで泡立てていく。ハンドミキサーを使うと楽ちん。高速なのですぐに泡立つ。ただ混ぜすぎるとクリームが固くなってしまうので様子を見ながら泡立てていこう。ミキサーを持っていない方は泡立て器でも OK。 少し大変だけど頑張ってください。角が立つくらいになったら泡立て完了のサイン。生クリームの半量は盛り付け用に使うので別容器に入れて冷蔵庫で冷やしておく。クリームチーズ全量と生クリーム半量を混ぜていく。ヘラで滑らかになるまで混ぜていこう。このクリームチーズはパンにつけて食べても美味しい。多めに作って保存しておけばリッチな朝食にも。甘さ控えめなので甘いものが苦手な方にも美味しくいただける。滑らかなクリーム状になったら濃厚チーズクリームの出来上がり。盛り付け用のいちごをカットしていく。ハート型の切り方はまずいちごのヘタ部分を V 字で切り落とす。縦に半分に切る。こうすれば簡単にハート型にできる。ハートのいちごをトッピングしてバレンタインらしく、きっと喜んでくれるはず。残りのいちごは半分に切っておくものと粗めのみじん切りに、2種類用意しておく。あとは盛り付けるのみ。透明の容器に砕いたクッキーなどを敷いていく。私はオートミールで。チーズクリームを入れる。半分に切ったいちごを側面に盛り付ける。最初にクリームを入れてあげることでいちごが安定して盛り付けやすくなる。生クリームを入れて、さらにチーズクリームを入れる。2層のクリームの間には粗く刻んだいちごを入れて、クリームとの一体感を出す。最後に生クリームをのせて、甘酸っぱいいちご、濃厚なチーズクリーム、
ふわふわとした生クリームを重ねることで生まれる食感と味わいは絶妙なバランス。ミントを添えたら、いちごのチーズケーキパフェの出来上がり。いちごをたっぷり使ったバレンタインにぴったりのスイーツ。彩り鮮やかで美味しそう。作った人の特権。味見をしていきます。生クリームがふんわふわ、チーズクリームをいただきます。濃厚でクリーミー、いちごの爽やかな酸味と相性抜群です。これはペロッと食べられちゃう美味しさ。少し冷蔵庫に置いてから食べると、チーズクリームがずっしり存在感が増して美味しいですよ。ぜひ作ってみてくださいね。皆さんにとって素敵なバレンタインになりますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。作った感想はぜひコメントにお願いいたします。楽しみにお待ちしております。